てんだ、何やってんだよ。テレビの話。はい、ちょ、なんすか、邪魔なんだよ、いい、ちょっと待ってください、ちょっと、大炎上さん、ちょっと、こっちは、ここの俺の領土、いやいや、ちょっと、資料ちゃんと片付けろ、お前、いやいや、ちょっともう、やめろやめろ、お前、ここは俺の会社なんだから、俺の会社だよ、お前、俺だよ、おい、この世界言っとくけどな、売れてるやつの勝ちなんだよやめろ、そういう話持ってくなよ、社長もそれダメですよ、そのいくら社長だからって、俺のものって私物化してるじゃないですか、そんなの問題発言ですよ、それちょっとこっからここ俺の領土なんで、ちょっと入ってこないでください、お前までそんなやんのかよ、ちょっと、ま、待って、じゃじゃもうちょっと待ってください、みんな数字が悪いからってイライラしすぎなんすよ、数字が悪いからイライラしてんじゃねえんだよ、なんすか、俺はな、お前が嫌いなんだよ、いや痛い痛いな、横はやめてくださいよ相場は縦でしょ、ちょ横はやめてください、もうちょっとなんだ、ほらもうここはだって僕のとこだ、そのもう領空侵犯、領空侵犯、空中セーフだから、空中セーフ、先週やったでしょ、痛みを伴うやつダメだって、前回やったのに領空侵犯でしょ、領空侵犯大変だよこれ、えはあいつ粛清しろ、かしこまりました、おい何なんだ、キム・ジョンか、何キム・ジョンか、粛清とかじゃなくて、なんなんだよ、いや、いいですよ、やらなくても、粛清してる時そんなんじゃないでしょ、何の騒ぎだよ、何やってんだよ、小学生か、お前ら、本当にママなんだよ、小学生じゃねえか、お前ら、間違いだよ、早く仕事しろっつってんだよ、6月に僕のパパ死んだんだよ三郎さんはもう死んだよ、お前のパパがな、もういいから、えでどうすんだよ、来週の企画は、しょうがねえな、これ思い切ってウクライナ取り上げるか、いやいいけどさ、やっぱりこう午後の奥様方を相手するには芸能ネタとかどうなの、なんかないかな、じゃあもう一回あれだ、香川照之にもう一回謝罪させるか、おしまいねえ、いや謝ってない、俺がじゃねえ、やめろもう放っとけいつまで言ってんだよ、ウクライナやるしかねえな、やっぱりな、ウクライナ、まあな、他局もさもうあんまやってないんだよね、でやっぱ数字的にちょっと厳しいっすかね、だからそういうこと言ってるからダメなんでしょっていうの、何、他局がやってるやってないじゃないでしょっていうの、やってるからやらないなんてことを言うなって言ってんの、なんだそれダニエルズが急にびっくりしたからね今どんなキャラですか、大炎上の言う通りだな、そうだろ、おい聞いてんのか片玉、おいあんた恥ずかしくないのか、そうだ片玉、あんたみたいなやつがいるからマスコミがマスゴミとか言われんだよ、おい恥ずかしいことねえのかお前、ほんとマスゴミ片玉、マスゴミ、ちょっと待って待って待って、離婚者、離婚者、離婚者ってやめろ、お前らがなあ、もともとやめろ、うるせえな、ネトラレ、やめろ、本当にネトラレとか言うな、お前らが最初ウクライナはどうかなって、やかましいな、どうかってやってたろ、お前らの方がウクライナはどうなんだっていうふうに言ってたろが、なんで急にそれコロッと変わるかな、お前ら、いやただね、大炎上君の言うのもまあ確かに最もなんだよ、そうだろ、そんなに数字が取れるかどうか分かんないよ、ただ他局がやってないんだったらうちがやるっていうのも確かにそこある、そういうことだよ、ただこれ大事なことはね、このワイドジャックならではの切り口、これちゃんと考えてる、まあ普通のその支局のね、記者にね、そのスタジオとつないでね、そっちの現地の情報をこう流させるっていうのはね、誰ですか、これも普通の通りなんだよね、誰なの、誰かも分かんない、どうしてこんな風になっちゃったんだろうな、俺ばっかり炎上してさ本当の反省、毎週さサンデージャポンで何か言うと俺炎上する、自分の反省だ、そういうことじゃないんだ、俺が言いたいことやろ、なんかムラムラしてる、なんだって今大丈夫か完全にやられてるだろお前、まあそういうことで、やっぱ我々番組のオリジナルのレポーターをこう立てるのはどうでしょうか、おー、俺もまあね、いいですね、ただオリジナルレポーター例えば誰、
そうですね、やっぱり今だったら彦摩呂とかいいんじゃないですか。なんでグルメレポートはね、彦摩呂じゃねえだろ、どうか彦摩呂がウクライナにいる絵って思い浮かびませんか。いや思い浮かばないないの、もうちょっとこうなんていうのかな、現実的で有意義な企画、うん、じゃああれだ、うち来る復活はどうだ、うち来る、うち来る、ヒデちゃんがしたやつ、うん、どうもプーチンです、うち来る、行く行かねえよプーチンのうちなんてそんな行けるわけねえだろうわよ、本当に。あの例えばですけど、子供たちにも分かるように国を擬人化して解説するっていうのはどうですか。あ、そういうならね、あ、いいじゃんそのやつ。例えばイタリアとかどういう人なんだろうな擬人化っていうけどさ、まあそのそうっすね、そのね、あれ、いや顔芸じゃねえか、何ね、顔芸でしょ、意外でしょ、意外っちゃ意外だ、意外っちゃ意外だけど、イタリアですよ、いやいやイタリアですよじゃないね。まあ俺にいい考えがある。急にどうしたんですか。急に。そのロシアとウクライナのその関係をなんかいけるんですか。ウクライナとロシアの関係をお笑い芸人で擬人化するんだな。お笑い芸人。お笑い芸人で、うん、誰かいますかね。例えばな。なんでアキコ。アキコ。え、誰ですか。大将知らないでしょ。はい、とにかくこのアキコには3人いて、当時ライブでバカウケだったんだ。まあショーパペだけどな。で3人いたんだな。誰？ん？顔を描いてる。可愛いか。え、見ながら描かれてますけど。見られてますよ。あ、そういう感じだったんだな。シャシャッと描いてくるんだよな。でもう一人が。ちっちゃいな顔。かわいいね。優しそうだけどさ。ちょっと 横, そうだけど横向いてる。かわいいね。かわいいな。伊勢浩司、川田、敦史といったこれ。こいつがとにかく天才だった。アキコっていうのはこの敦史が中心に、敦史の人気で持ってた。これがある時1991年、大変なことが起きた。っていうのはまあここがうまくいかなかった、この2人とこの敦史がな。要するにこの2人はこの敦史の才能に嫉妬してたわけだ。え、ちょっとで解散するんだ、ここで。ああ91年にだ。91年ソ連が崩壊。そうそうそう、だからソ連なのね、アキコがね。ソ連、ソ連なんだ。アキコはソ連だった、はい、それが91年にまあ敦史脱退により崩壊するんだな。なるほど。これ崩壊した後敦史はピンになり、こいつらブーマーと名乗るんだな。ブーマーね、うん、でこれが非常に凝り固まった社会主義のこのいわゆる保守的な笑いを、そんなのロシア、ロシアだな。まあロシアだ。爆笑問題ってのはここにいたんだけれども、爆笑問題、この爆笑問題ってのは破竹の勢いでこのコンテスト優勝していくんだっていうのは、太田というやつがいて、彼がものすごい才能を発揮した。でこの田中っていうのはどっちかっていうとこっち寄りだ。入れるなよ。ブーマーだ。ブーマーに入れるなよ田中を。ブーマーだ。ウクライナとソ連はどこ行っちゃったの。そうそうそう、なんだよウクライナと。それをやってたんだろうか。それをやってたんでしょ。アツさんがウクライナって。アツシがこう独立したんだな。で自由だこいつは。自由だ。で、ある時大変なことが起きる。お笑い界の言ってみれば大国だよな。大国である萩本欽一。レジェンドだ、うん、名前ぐらい聞いたことある。もちろんコント55号、はい、この金ちゃん劇団に淳は引き抜かれたんだ。え、君いいよ、君いいよ、ダメだよ。ダメだよ、そっちだよ。いいのかな、ダメだよが言いたい。でこの金ちゃんにもう行きそうになったこの淳にジェラシーを感じてんだな、はいはい、この淳のところにこう行くわけだこいつら。でおいおい淳と、お前もともとアキコだろうと。お前アキコってことはお前もブーマーだよ。むちゃくちゃだな。もうひどいよ。むちゃくちゃな理屈だよそれ。どうしようもないじゃんもう。そういうことでこのブーマーがアツシに侵略した。これが今回のロシアとウクライナの問題とこう非常に似ているという。分かりやすいですね。いや分かりやすかった。いやちょっと分かりやすかったかもしれないけど、
こんなもの見せられて誰も納得しねえからてかアキコ知らねえだろみんな。まあググってほしい信仰と信仰音は同じだけど意味は真逆。うまいわね哲学的。次回ワイドジャック火曜初の視聴率マイナスを切る。